どうも、バーンです。えっ、ー、とですね、IIJMIO という、えー、MVNO に加入されている方に、えー、向けたあ情報提供、情報発信の動画となります。えー、どうぞよろしくお願いいたします。えー、バーンはですね、えー、もうかれこれ何年前やもうだいぶ前からですね、MVNO ですね、の 要するに格安携帯ですよ。格安携帯の方に乗り換えております。えー、三大キャリアと呼ばれる大手携帯電話会社とはもう早々にですね、おさらばして、えー、足を洗ってで、もうかれこれね、えー、何年、何年ぐらいか、5年ぐらい経つかな、になっております。で、えー、っとですね、番はもう、 MVNO の一番最初にここだと思った格安携帯電話メーカーがここだと思ったところからずっともうね、一回も変えてないんですよ。えっ、ー、と、その契約してる会社をね、そこがですね、IIJ MIO という、えー、そういう通信事業者ですね。皆さん IIJ MIO って聞かはったことありますでしょうかあのね、あんま宣伝してないです。 とまああのホニャララモバイルとかあほにゃららモホニャララモバイルとかねでそういう名前のと携帯電話格安携帯電話会社がありますけれどもえっ、ー、とねその格安携帯電話の中では業界第2位だったような気がするんですけどちょっとあの最近見た記事でそんな。 に載ってますでね、あのー、愛称があって、ミオフォンというね、愛称なんですけど、最初見た時なんかあの、おもちゃみたいな名前だなというふうに思ったんですけれどもね、大変あの、IIJ の方は失礼です。あの、失礼しました。でね、あの、元は IIJ という、あのー、 通信事業者なんですよ。これ、あのー、あんまり、こう、一般ユーザーにはなもともと馴染みのなかった会社で、インターネットイニシアチブ、イニシアチブジャパン、IIJ ですね。そういう会社があります。で、そこがやってる、えー、と、v n o のと通信サービス提供事業者です、えー。要するに格安携帯の会社ですね。で、えー、何がいいかってね、あの、ここはですね、シンプルな あの、料金プランなんですよ。んで、あと、それか、らもちろん全部自分でやらないといけないですけどね。あの、と、ほにゃららモバイルとか、ほにゃららモバイルみたいに、街中に窓口は一切ないです。で、えー、パソコンがないと、ちょっと、日も幸も行かないですけれどもね。で、まあ、えー、そこで、えー、まあ、契約してるんですけどもね。の、まあ、今回、この IIJ が、えーとですね、まあ、 もうこれ久しぶりです。久しぶりっていうか、僕 IIJ に入って初めてぐらいちゃうかな。あの、一気に、こう、新プランを、えー、出してきましたね。と、小出しになんかこう、毎年のように、あの、プランを出してくるとか言うんじゃなくてですね、ドーンと、まあ、来たわけですよ。で、えー、4月1日からサービス開始、 じゃないな4月1日から、えーとね、登録開始なんですけれども、えー、というふうに僕も思ったんですけどね、ネットの情報を見るとですね、3月1日から先行予約開始ということなんですよ。で、今、現時点が3月2日の12時、えー、25分ぐらいです。で、えー、このサービスは、この先行予約キャンペーンは、 えと、予告なく打ち切ることがありますとかいうふうなことだったんですけれども、えー、もう、4月になったら乗り換えるってもう、もう,もう決めていたんで、えー、先行予約しました。でね、今この画面が先行エントリーキャンペーンの応募が完了した画面です。でね、ここ,こに来るのに何を入力したか言ったらですね、ID とパスワードしか入力してないです。で、詳しい 詳しい、あの、プランを選ぶのとかはですね、4月1日に決めるらしいんですよ。だから今この時点で、えー、っと、新プランに、えー、乗り換えられたわけではないんですね。なんですけれども、これをやっといたら、えー、っと、2000円のね、と、と、電子クーポン 金券相当のものがなんかもらえるらしいんですよね。えー、まあ別にそれが目的じゃないですけれども、えっ、ー、と、今現時点で、バンが毎月、えっ、ー、と、この IIJ に払ってる金額がですね、えっ、ー、と、いくらやったかなちょっとあの、詳細はか割愛しますけれども、まああの、びっくりするほど、まあ、安いですわ。あの、一家、 4人で、えっ、ー、と、3000とか、まあ、そんなんですわ。で、えー、ファミリーシェア、ファミリーナンチャるプランっていうのに今まで入ってました。えー、容量は月間12ギガです。で、それを、えー、4人で分け合うというような、えー、プランにしてました。で、えー、バンはですね、ケチなんで、えー、SMS 機能の お携帯電話はもうずっと最近使ってないです。データ専用端末のみをね、えー、こいつですね、使ってます。で、一、えー、家にね、一個だけはあの SMS 端末を、あのー、保有してます。どうしても SMS 端末が必要になる時がね、たまにありますんで、えー、と、一家4人分の携帯電話に全部に SMS つけるっていうのことをやっておらず、一個だけ通してます。でね、 えっと、それで、えっと、新プランになった時に、12ギガのプランがないんですけれども、15ギガで何倍やったかなちょっと、うろ覚えですけど、それでもね、だいぶ安くなるんですよ。だから、あのー、今までファミリーシェアプランを使っていた方は、必ず全員、 の、乗り換えた方がいいです。あの、どっかに落ち度があるとか、そういうね、あの、ものでは、今んとこ、僕が調べた限りではないです。あの、よく、あの、大手、キャリアとかにはですね、新しいプランが出ました、とかって、えー、まあ、よくありますよね。でも、よく読んでいくと、なんかの、こう、サービスがね、えー、なくなっていたりであるとか、えー、まあ、そういうどっか落とし穴がある、 もんですけど今回の IIJ の、えー、新プランは、えー、少なくとも僕の使っていたファミリープラン、ファミリーシェアプランを乗り換えるにあたっては、えー、マイナスポイント、デメリットは一個もないんで、もうあのー、必ず皆さん、あのファミリーシェアプランを使っていた方は、えー、と先行エントリーを済ませましょう。えー、というわけで、あんまり 皆さん、あの、IIJ ってね、あの、え、何その、そこって、あの、ほに,ほにゃららモバイルちゃうのとかっていうふうにね、まあ、思われてる方も多いかもしれないですけどもね、まあ、あの、ここは、まあ、言うたら、広告宣でも皆さん入るようなとこなんですよ。だから、えー、まあ、広告まりかけずともですね、えー、皆さん入る業界第2のね、そういうとこです。ただ、あのー、 これね、ありがちな話ですわ。あの、と、みんなが、ここに集中したら、結局混むじゃないかという、そういうね、あの、ところがあるじゃないですか。実際ね、この IIJ も、僕、あの、長年使ってきて、うん、これは遅いぞ、というようなね、あの、時もありました。ありましたけど、まあね、どうせ携帯なんで、あの、100%確実に連絡と、 取らなくてもですね。あの、まあ、家帰って、なんか、あ、着信履歴あった、とかいうときにね、返せばいいだけの話なんでね。えーまあ、どうしても必ず100%どこにいても連絡つか、つけなければならない。着信が必須であるような、えー、外でも、えー、動画を見放題にしたいと、いうようなね、あと SMS もしっかり必ず着信できてと。 有用な人であれば、の、もちろん僕みたいなね、データ専用端末にせず、の、えっと、通話機能付きのね、プランにするべきだと思うんですけれども、ええー、と、まあ、僕みたいなって言ったら、どういう基準だというふうに言われたらね、ちょっと、んーと、まあ、一般的な使い方という話にはなるんですけれども、えー まあ特に問題なく、まあまあたまに問題は起きましたけどね、なんか、あのー、Wi-Fi で接続してる時に着信がなんか、あの、途切れ途切れになったりとかいうことはありましたけれども、まあ、あのー、そんなめちゃくちゃ問題になったということは今までないですね。で、それよりかは、あのー、もうベラボうに安いんでね、やっぱり4人で3000、 一回の人にで3000円とかですからね。もう、あの、もうちろん比較にならない、あの、お話にならないぐらい、えー、安いんでね。えー、っと、大手キャリアに未だにこう、足を突っ込んでおられる方は早めにね、足を洗われた方がいいと思います。ただし、バン t v の以前の動画でも言ってる通り、足を洗うのは、うん、ちょっと、 そっとやそっとじゃできないです。そこには多くの落とし穴があって、えー、何としてでも、えー、と抜けさせられないような工夫がいくつもありますので、えー、ほんまに大手三大キャリアから、えー、足を洗おうという方はですね、心してかからないと無理です。特に家族連れで、えー、自分自身で完結しないような場合、 話が自分自身で完結しないような場合はですね、ここがもう致命的に足を洗えないポイントなんですよ。まあ、簡単に言うと、あのと、子供が嫌がるとか、娘が嫌がるとか、えー、と神さんが嫌がるとかと、そういうようなね、あの、落とし穴があるんですよ。あと、それから薬金の問題。まあ、これもだいぶ、あの、一時期に比べればね、えー、と、 と、抜けやすくはなったんですけど、僕が抜けた時はもうほんと苦労しましたよ。えー、まあ言うたら、要するに縛りですわ。えー、っと、まあ、もうほとんど意図的としか言いようがないような、プランですね。あの、携帯電話をですね、あの、まあ iPhone って高いじゃないですか。で、もうほとんどのメーカーではもう iPhone をもう、 デフォルトみたいな感じにして、高い端末を買わせて、それをね、えの、10万も携帯にいるのとか言って、ああ、でも、あの、大丈夫ですよ、と。の、月々、あの、えっと、平た、平べったくすることができますよ、というような感じで、あの、プランを組ませてですね、万が一、やめたいという時になってもですね、ベラボーに高い、あの、と携帯料金の残金を払わせた上で、さらにですね、 えっと、医薬金ですね。の、辞めれる月以外に辞めようとしたらですね、大変なことになるというようなこと,と,ことになるわけですね。バンは以前動画でも言いましたけれども、家族全員分の携帯の、えー、残りの分を払って、で、 しかも、あの、家族全員分の医薬金を払って、えー、もうあの、大変な金額になりましたよ。でも、それでも、えー、格安携帯会社に乗り換えた方が、えー、長い目で見た場合、えー、十分にメリットがあって回収できると見込んだんで、家族全員を説得してですね、えー、三大キャリアから、えー、足を洗いました。にもかかわらず、 えー、明確に、窓口、三大キャリアの窓口で明確に、えー、一切合切解約するって言っていたにもかかわらず、一回目で解約できてなかったんですよ。<laughs> もうも、これね、あの、笑い話にもならないような、あの、<laughs> 話があって、もうびっくりしましたよ。 あの時辞めるって言ったじゃないですかって言っても、実は辞めさせられていなかったっていうね。まあ、症状しきっちり。僕もね、その時ね、しっかり目を通したにも関かかわらず、辞めれてなかったんですよ。いやー、びっくりしましたね、あの時は。<laughs> いやー、本当にね、もう、ちょっとや、そっとじゃね、三大キャリア、辞めさせてもらえないですよ。ほ、うんまに、あのー、 頑張って皆さんも、えー、と、格安、えー、携帯会社に乗り換えましょう。もう、あの、背に腹は変えられないですよ。そんな別に、あの、窓口行って、の、低調なサービスなんか別にいらないですよね。それがどうしても必要というのであれば、の、と、まあ、三大キャリアにねの、そのまま居残るというのは別に、それはご自由ですけれども、えー、別に窓口いらないんでね、こうやって、 あの、ここに窓口みたいなもんがあるんでね。それで済ませましょうよ、ということですね。はい。というわけで、え、IIJ に、あ、IIJ じゃない、正確に IIJ 未央ですね。IIJ、IIJ って言ってますけれども、IIJ に、未央にね、え、加入の方は、あの、もうこれ必須です。全員、え、先行エントリーキャンペーンに済ませましょう。本日の動画は以上です。ではでは。